それでは11番市政会下道恵子でございます。議長のお許しが出ましたので5件の質問をさせていただきます。一問一答でお願いいたします。まず一番最初からですね。1番、道の駅の担当課について、恐竜渓谷勝山道の駅がオープンするのが来春と迫ってきました。今までは土地のことや建物についてのことが中心でしたが、今後は中身の農産物やお土産になります。勝山観光まちづくり会社が道の駅を担うとなりましたけれども、野菜や果物などの生育やいろいろな加工品については基本的に市が相談に乗ってあげないと、観光まちづくり会社がそこまで見る余裕はないと思うのです。農家の方はどういうものが売れるのかとか、商品にするにはどんな基準までにしなければならないのかと詳しく知りたいのです。農家のためには特別な専門家を作ってもらわないと、これは建設課の何々部長とか、これは総務の何々部長とか、電話をかけても、たらい回しにされるとやる気のある人でもだんだん冷めてきてしまいます。実は先月の荒戸地区の市長と語る会におきまして、まだ直売所に置く農産物や加工品についての相談会などがあまり開催されておらず心配だとのご意見などが出ました。そしてどこのかに相談に行けばいいのか市民は分かりづらいとのご意見も出ておりまして、すごく感じました。お隣の大野市では道の駅の担当課が最初からあります。大きく道の駅推進課というのがありまして、その中に道の駅企画運営グループと土地開発公社も含めた道の駅産業団地整備グループと分けてあります。大野市の道の駅の規模が違うと思いますけれども、勝山市も今から観光産業に力を入れていくと表明したところです。今後は市民との交流を深くしていかねばならない時期に来ましたので、意気込みとして道の駅の担当課を置いてほしいと思いますが、市のお考えをお伺いいたします。水上副市長。道の駅の担当官についてお答えいたします。勝山市では道の駅恐竜渓谷勝山の来春オープンに向け全力で準備を進めているところです。建設工事の現状を申し上げますと、土間コンクリートの打設が終わり、外部足場も設置され、今後鉄骨工事に入る予定です。外構工事は建物への電気通信給排水管の埋設工事や駐車場照明用電気工事を先行し、その後浸水空間のせせらぎや駐車場及び構造道路の排水構造物設置工事を行う予定です。オープン後の運営については指定管理者である勝山市観光まちづくり株式会社と協議を進めているところです。農産物の出荷に向けた登録を募集したところ、申し込み数は73件、出荷品目数は農産物61品目、加工品18品目、工芸品手芸品5品目、現在出荷に関する詳細な説明会に向け、準備を進めていますが、出荷説明者に対する登録後の説明が遅れましたことに対しお詫びをするとともに、勝山市の責任において説明会を急ぎたいと考えているところです。勝山市の道の駅に関する組織体制につきましては、平成28年4月に建設部内に道の駅推進室を設置、建設部門の専任職に加え、観光部門、農業部門の職員を兼務で配置、相互に連携し取り組んでまいりました。オープンに向けた施設整備に加え、農産物の出荷体制や指定管理の在り方について準備を進めてまいりました。しかしながら、この間、道の駅の建設工事についての対応が中心になったため、農家の皆さんに対する説明が遅れてしまいました。建設工事が来春で終了することを受け、道の駅推進室を産業観光部内に移管し、
ソフト部門を強化するとともに、道の駅の担当窓口を明確にし、取り組んでまいります。当面の間、ジオパク政策官の私の方が直接話をしながら進めてまいりたいと思いますので、そういった形で遅れを取り戻したいと、現在準備中であるということで、よろしくお願いしたいと思います。11番。はい、今ほど、今後は産業観光部の方にということでお伺いしましたので、ちょっとほっとしております。道の駅推進室というのも、最初、28年ということでお聞きしたことを覚えているんですけれども、なかなか動きが見えてなかったような気がいたしましたし、まずもって市民の方といいますか、農家の方に伝わっていなかったというのをすごく感じておりました。またこの出荷説明会なども、ホームページとかで、でなくて区長さんも通じたりして農家の方にしっかり進めていただきたいと思っております。何せ農家の方々が、常日頃パソコンを開いてホームページを見るかというと、本当に70代80代の方々になりますとパソコン自体をしていない方もいらっしゃいますし、普段見る方でも農産物の取り入れ、今ですと里芋とかなりますと本当に忙しくてほとんど見ていられないという状態をお聞きしております。だから書面とか、きちんと見ていただける形で周知をお願いしたいと思います。どこへ連絡すればいいのかということをしっかり分かるようによろしくお願いいたします。そして例えばその担当の方がもし出ていらっしゃらない場合でも10時そのもう一人の方でもとにかく前にしても共有していただいて、おおよそのことはすぐに返事するとか、後に必ずすぐにご返事いただけるとか、そういったような形で、心配している方が結構たくさん私も声をお聞きしておりますので、どうぞ対応の方よろしくお願いしたいと思います。次2番目に参ります。小さい時からの食生活の指導強化について。私たちの体は約60兆個の細胞でできていて、細胞は絶えず分裂することにより新しく生まれ変わっています。細胞分裂は遺伝子をもとに形成されますが、異物質が入ってくることの影響で突然変異することがあります。それが癌とかの始まりです。異常な分裂や繁殖を繰り返すことにより10年か20年かけてがんとなるのです。最近は2人に1人ががんになる傾向と言われております。遺伝性もありますが、生活習慣が関係しており、生活の乱れや毎日のストレス、そして多くは食生活の乱れから来るものだとも言われています。がんだけでなく、認知症など一般の生活習慣病も含まれます。食生活の乱れとは、塩分の摂りすぎ、野菜などビタミン不足、動物性食品への偏り、多量の飲酒、そして食品に含まれる食品添加物の摂りすぎなどが原因として挙げられます。大人には結構免疫があるとして、小さなお子さんには、例えば毎日おやつに市販のお菓子の袋を与えているとか、カップラーメンを主食にしているとかの家庭があるとしたら、その子が大人になってから影響が出る可能性は高いと思います。乳幼児のうちから気をつけてもらうことが、将来大人になってから生活習慣病にならないための予防になるはずです。塩や砂糖、醤油、みりんなどの調味料にしても、よくよく見ますと、化学的添加物が入っています。それらをちょっと自然調味料に変えてもらうだけでも違います。先日、アード小学校で児童たちが作ったさつまいもの一口おやつをいただきました。自然の甘さでおいしいし、まず児童たちが推奨してくれるのが嬉しかったです。
市販の甘い添加物が多いお菓子を食べるよりずっとこの方が健康的です。こうした運動を続けていただき、健康な町勝山を目指していけたら、勝山市は長生きの町としても有名になります。長生きといっても高齢になって施設に入所して長生きではなく、健康で生き生きと地域で活躍しながら長生きしていく人が増えてほしいと思うのです。小さい時からの食生活の指導強化について市のお考えをお伺いいたします。桜井健康長寿課長。小さい時からの食生活の指導強化についてお答えします。市では育児教室や相談、幼児健診において月齢や年齢に応じた食品の選び方や食べさせ方などについて管理栄養士による食事指導を行っています。例えば素材を生かした離乳食や昆布やカツオで簡単に取れるだしの作り方、薄味の味噌汁などの試食を通じて乳幼児だけでなく家族全体の食生活を見直すきっかけとなるよう働きかけております。現在第4次勝山市健康増進計画を策定していますが、人生100年時代を迎え、子どもの頃から生涯にわたる健康づくりが重要となっております。特に食生活をはじめとする生活習慣は、乳幼児期からの習慣が生涯の健康づくりに大きな影響を及ぼします。家族ぐるみで食生活を見直し、良い生活習慣を身につけることができるよう、関係機関と連携し、あらゆる機会を捉えて普及啓発してまいります。11番。食生活につきましては、食育っていうことですね、これもありまして、子ども園や小学校などでは、できるだけ地元産を利用しておられるとも聞いております。あとは家庭での食生活にかかってきます。ある一部の家庭では、肉は多いけれど、野菜がほとんど出てこないとか、またコンビニの弁当が多いとかなど、偏った食事をしている家庭もあると思うのです。最近、卵や牛乳などアレルギーの子どもが増えてきたのを聞きますと、それも原因の一つではないかと感じます。そして、食品添加物については、市販の食品ではどれも腐敗しないように、日持ちが良くなる添加物を使用しています。また、赤や青や色をつけたいあるもの、果物の匂いをつける添加物があります。自然の色や匂いでない化学的なものが体に入っていいわけがありません。そのまま体の中に蓄積してしまい、将来大人になってからその副作用みたいなのが出てくるそうです。だから今から食生活については、将来我が子が生活習慣病に悩ませるかどうか一番大事な時だと思って、若いお子さん方には、毎日の食に気をつけていただきたいと願うのです。もちろんおじいちゃんおばあちゃんにも孫のためと思い、これからよろしくお願いしたいと思っております。では3番目、放課後児童クラブの開所時刻について、これは9月定例会におきまして一般質問をさせていただきましたが、その続きとしてお願いいたします。前回におきまして、ごめんなさい、
保管児童クラブ、解消時刻ですね、早い時間の出勤に対応できないかということでお聞きしたんです。30分早くしてくださいということですね。そうしましたら、なかなか職員も思うように集まらないので探すのが困難という状況であると。今いる職員でするとなるとオーバーワークで辞める原因にもなりうるため、現状維持でおきたいとの回答をいただきました。しかし、まあ、前回も申し上げましたんですけれども、市が行っていただきました放課後児童クラブを利用したい小学生の保護者へのアンケートの結果では、土曜日児童センターの利用希望時間を確認いたしますと、7時台 13% とあります。そしてまた夏休みや長期休業中の利用希望時間というので、また7時台の希望がございまして 13% おられました。この 13% 台の方々の希望をぜひ取り上げていただきたいという思いなんです。それから代替案としまして、シルバー人材センターに委託されております隅々子育てサポート事業についても調べました。その内容の中に保育所、幼稚園、小学校、児童クラブ等の送迎というのも確かにありました。しかし条件が、自家用車での送迎は補助対象外になりますとなっているのです。まあ、要するに徒歩に限るのです。小学校の児童さんは毎日歩いて通っているので苦痛ではないでしょうが、まあ、シルバーさんの方が毎日雨の日も風の日も徒歩となりますと、例えば少し足の不自由な方が車なら送迎できるけれども歩くのはできないということの、そういうご回答をいただきました。そこでなんとか放課後児童クラブの解消時刻を共働き家庭など留守家庭の小学校に就学している児童でやむを得ない事情のある方に、土曜日や夏休みなど長期休暇に朝7時半から児童クラブで預かっていただくことを再度お願いしたいものです。これに関して市のお考えをお伺いいたします。谷出健康福祉部長。放課後児童クラブの解消時刻についてお答えをいたします。放課後児童クラブは、保護者が就労等により日中留守家庭となる児童の放課後や土曜日、夏季、冬季等の長期休暇における安全安心な活動拠点として、子どもたちの健全育成を図ることを目的に、各市内各児童センターで小学生児童をお預かりをしているものでございます。ご質問の土曜日、長期休暇における児童センターの開館時間の30分程度の前倒しにつきましては、必要性等を考慮し、来年4月からの実施について検討を行ってまいります。本日の会議時間は、議事の都合によりあらかじめこれを延長をいたします。11番。とても前向きなご返答いただきましてありがとうございます。これ今出ております図は、これは全国の解消時刻の統計なんですけれども、まだ28年度29年度になりますが、やはり7時台を始めている方が何箇所もございまして、勝山市もぜひとも続けていただきたい、やっていただきたいと思っておりました。この間の例えば 市の保育園連合会というのがあったと放送で、その市長と語る会でもこの問題が出たとは聞いております。まあ、なかなか職員の方が見つからない問題があるとは聞いているんですけれども、まあ、若い保護者の方が困っている問題を取り入れていただくことで、勝山市の子育て支援がやはり県内でも一番だと、あちこちで私も発信できて本当に嬉しいと思いますので、どうぞよろしくお願いいたします。ありがとうございます。
それでは4番目、里親制度について、里親とはいろいろな事情により家庭で暮らせなくなった子どもたちと自分の家で一緒に生活してくださる方のことで、里親制度とは法律に基づいて里親になりたいと思う方に子どもの養育をお願いする制度のことです。里親になるためには児童相談所に行き、基礎研修として講義と実技を2日間受けます。それが終了すると登録前の研修として講義と実技を4日間受けます。そこでやっと申請ができます。申請しますと今度は児童相談所がその方の家庭訪問調査をいたします。そして最後に県の社会福祉協議会で審議され、ようやく認定登録となるわけです。里親になるのはやはりよほどの覚悟がないと受けられないことではないかと。自分の子供だけでも育てるのは大変なのに、そんな方が本当にいるのだろうか、と思いまして、児童相談所の方にお聞きしました。そしたら外国では結構たくさんおられまして、例えばキリスト教の教えでは人間は誰しも皆平等に生きるべきものであり、他人の子であろうと目の前に救いを待っている子どもがいたら手を差し伸べることは当然なのだという慈愛の精神から何人も受け取られる方がおられるそうです。では日本ではどうかとお聞きしますと、なんと福井県だけでも2019年3月末現在で委託里親30世帯で委託児童数33名もおられました。中には1人だけでなく2人も預かってくれている家族がいるとのことで本当に驚きました。それで今回は勝山市の里親の現状と里親募集にあたりましてどのような啓発をされているのかお伺いいたします。谷出健康福祉部長。里親制度についてお答えをいたします。里親制度は児童福祉法に基づき、児童相談所が保護者のない児童または保護者に看護させることが不適当であると認められる児童の養育を委託する制度でありまして、児童の置かれた状況によって養育里親、養子縁組里親、親族里親などに区分されます。里親登録の基本的な要件は、経済的に困窮していないことや、刑に処せられていないこと、養育への理解及び熱意、並びに児童への愛情を有しており、必要な研修を修了していることなど、特別なものではありません。福井県では平成31年度末現在、重複をしておりますが、99世帯の登録があり、そのうち30世帯に33人の児童が養育されていることについては、議員のご指摘のとおりでございます。勝山市では現在、2世帯の登録がございまして、うち1世帯で児童が養育されている状況がございます。また、里親制度への啓発についてですが、児童相談所と連携し、学校行事や地域活動に出向き、制度への理解を図っているほか、毎年登録希望者向けの説明会や体験談などの講演会を開催し PR に努めております。今後も里親制度への理解と浸透に努め、温かな家庭を必要とする子どもたちが育ちを支える里親家庭と結ばれる社会の輪が広がっていくことを目指してまいります。11番。はい、ありがとうございます。里親制度に関しまして、私もいろいろと児童相談所の方にお聞きしてきたんですけれども、やはり、でもなかなか子どもができず、どうしても欲しいからというご夫婦が養子縁組里親になったり、それから病気などで一人しか子どもが望めず、一人っ子ではかわいそうだから、もう一人弟か妹欲しい
と願って、専門里親になる方もいらっしゃるそうです。もう本当に中には一人だけでなく、一人だけ寂しいからといって二人も三人も預かる方もおられたそうなんですけれども、私もやっぱりその人たち本当に慈愛の心を持った方なんだろうなと思って感心して聞いておりました。里親に育てられることによりまして、虐待を受けていた子どもとか、望まれない妊娠をして実の親が手放したような子どもたちにも家庭の温かさを教えてあげたいという制度で、もちろん、まあ、両方の無理強いはしないということです。要するにフィーリングがあって、本当にこの子が欲しいと、この子ならいいとか、子どもさんから見てもこの親御さんが一緒にいられるとか、そういったことに何べんもあって、そして決めるそうなんです。しかし、まあ、里親になる家庭の方にも子どもの成長を見ていくための本当に覚悟が必要になります。例えば年齢が 5,6 歳になっても赤ちゃんのような行動をする赤ちゃん帰りとかありますし、思春期になってきますとやはり思春期の反抗が出てきます。まあ、生きている実の親がなぜ自分を育ててくれないのかと悩んだりして学校へ行かなくなる子どももあるそうです。よくよく考えた上で、まあ、里親に登録してほしいという相談所の方のお話でございました。もし聞いていらっしゃる中に自分もと思う方がいらっしゃいましたら、どうぞ、まあ、児童相談所の方にご相談来ていただけたらとおっしゃっておられましたので、よろしくお願いいたします。それでは5番目、防災宿泊訓練について。今年は台風19号のような強い台風が日本列島を襲い、各地で被害をもたらせました。被害に遭われて家族を亡くされたり家を流されたりした方々には本当にお気の毒だとしか申し上げられません。心よりお見舞い申し上げたいと思います。まあ、なんとか早く国の復興支援のもと立ち直っていただきたいと願っているところです。勝山市ではおかげさまで木や建物には被害がありましたけれども、人的被害もなく、ある程度無事に過ごせたという結果で済みました。しかし、毎回そうだとも限りません。まあ、もしもに備えてですけれども、これまで日中の防災訓練は毎年行われておりますが、夜の避難所生活の訓練はしたことがないのではと思いますので、やってみたらかどうかと思い、提案をいたします。大阪のある小学校では、PTA との合同の学校行事として防災宿泊訓練を行ったそうです。1学期の始業式を終えて、一旦家に帰ってから避難してくるという想定で、児童たちは着替えなどを持ってまた学校に集まります。まず寝るところを暖房で確保し、水道ガスが使用できないという設定で、入浴はプールで水遊びをしまして、テレビもゲームもダメということで、その間に防災のクイズや短歌を使って人を運んだり、自分たちで遊びを思いついたりと、避難所にてストレスを抱えず夜を過ごす方法などを訓練したそうです。また一般の方の防災宿泊訓練では、妊婦さんや乳幼児がいる家庭などに配慮した避難所作りがされているかなども確認できます。ある程度は我慢も必要な場合もありますが、できればプライバシーを守れるようにしてあげたいものです。授乳用のスペースや男女別の更衣室、そして洗濯物干し場、男女別のトイレなども必要になります。頭では理解できておりましても、その場になるとどうしてもありきたりの避難マニュアルに沿った体制を作ってしまうのではないかと危惧いたします。やはり一度は避難場所である各体育館や公民館には、どのくらいの人数が寝泊まりできるものなのか、プライバシーを守れる区切りはどうしたらいいのかとやってみるべきではと思いますが、市のお考えを伺います。三ツ谷総務課長。防災宿泊訓練についてお答えいたします。防災に関する宿泊体験については、
地区の公民館での宿泊体験、避難場所でのキャンプの開催など、地区子ども会単位での活動などを把握しています。議員ご提案の防災宿泊体験については、当市が災害時に使用する避難所を会場として開催した実績はございません。防災宿泊訓練で各自避難所生活で必要だと思うものを持参し、災害時における自助、共助、公助の役割を体験したり、宿泊訓練後の参加者の感想やアンケートでプライバシーの確保や災害弱者への対応など、実際の災害時のニーズ把握や課題の整理のためのヒントが得られるものと考えます。防災意識の向上を図る事業として、防災宿泊体験について今後研究を行っていきたいと考えます。また、大規模災害時の備えとして、避難所の区画づくりや非常食の食事体験、簡易トイレの設置使用、ウェットティッシュによる体拭き、シャンプー、簡易ランタン作りなど、訓練メニューの企画は数多く考えられると思いますので、各種訓練の中で体験できる訓練も取り入れられないか検討してまいります。11番。ございます。防災訓練は、おおむね外での訓練を今までやってまいりました。避難所についても、セットしてあるところはよく見せていただいておりまして、職員さんの説明によって分かる範囲の知識でしか私たちも入っておりません。で、本番同様に避難所設置をしたのを、見たことがないってことですので、ぜひともこの宿泊訓練やっていただければと思います。何でもですけれども、実際に体験しないと、それこそ想像の世界になってしまい、土壇場になると結局間に合わないのではないかと思ってしまうのです。例えば、公民館等に設置しております AED にしても、使えなかったらただの飾りになってしまいます。実は先日、私も野向小学校での避難体験で、よく聞いていたんですけれども、初めてやってみたときに、やはり、順番間違えてしまいまして、一つ作業を忘れたりと、結構もたもたしました。これが目の前に倒れた人がいて、自分が AED を使用して助けなくならないと思っても、緊張して手が震えたりとか、本当に今、いっぺんしたのでちょっと分かってたとしても、やはりその喋る声がまともに聞こえないかもしれないというような不安を覚えました。AED 一つでもこうですので、避難所体験、やはりしていくことによりまして、いろんなことを頭でなく体で覚えることができると思ったわけです。前向きに検討していただくということでございますので、来年度に向けて、ぜひとも子どもたちも含めた宿泊体験訓練をやっていただけることを願います。それでは、ここで質問を終わらせていただきます。ありがとうございます。谷出健康福祉部長。実は先ほどの里親制度の時の答弁の内容なんでございますけれども、福井県では平成31年度末現在ということで、99世帯の登録があると答弁をいたしましたが、正しくは、福井県では平成31年3月末現在、重複を含め99世帯の登録があるとの誤りでございました。訂正をさせていただき、お詫びを申し上げます。11番、はい、どうもありがとうございました。はい、じゃあこれで終わらせていただきます。どうもありがとうございました。